1675回始めます。2023年10月3日火曜日の今、朝と言いますか、夜と言いますか、朝3時過ぎましたね、うん、なんですけども、1675回、今回年金の話ね。このチャンネルね、結構年配の方は見てくださってるみたいでね、男女問わず。最初ね、男性ばっかりだったんですよ。だけど最近なんか女性の方もマニアックな方が増えてるんですね。結構女性比率が上がってきてるんですよ、うん、で、年齢で言ったらね、私よりちょっと上、うん、50歳以上の人が多いですね、見てる方、うん、まあ、私ね、昔からね、年下には全然人気ないんですよね、うん、で年上には受けがいいんですよ、昔からなぜか。吹き顔なのか何なのか知らないですけど、うん、だから今から年金の話、厚生年金、国民年金の話するんですけど、まあ皆さん多分世代的に私なんかより全然詳しい、もうね、年金受けてる方65歳以上ですよね、おそらくね、今ね。それとも段階的になんとかって言ってたら、まだ64、63ぐらいからもらってる人もいるのかな、わかんないですけど、まあとにかく、うん、私の時には65歳以上になると思いますよ。私今アラフィフなんですけど、15年程度あるんですけど、おそらくでも70ぐらいになるんじゃないのかな、引き上げ、ね、年金支給開始年齢と私は覚悟してる。だから今から最低でも15年、おそらく20年は私ね、働かないと年金にはありつけないんじゃないかっていうね。本当に年金も大変ですよ、財政本当に。で、高齢化社会ね、この厚生年金と国民年金、繰り下げ受給ってありますよね。本来65からもらえるんだけども75まで繰り下げられるみたいですよ。1ヶ月単位で繰り下げられるって書いてあったかな、うん、ちょっと今から読みますけど、私なんかに皆さん詳しい人はもうもらってる方いらっしゃると思うんでね、うん、なんと繰り下げ受給ね、先延ばし、いや私は元気だからまだ死なねえからいいよと、繰り下げにするともらう額っていうのはね、なんていうの、毎年のこれは上がるんですよ、ね、ただ死んでしまったら終わりだから、そのリスク考えると、いや早くもらってた方がいいよっていうのがほとんどみたいですよ。で、繰り下げ受給は約9割が利用せずっていうことです。だから繰り下げ受給してるの、逆に言うと1割ぐらいと思ってください、うん、で、例えば15万円の年金を25万7千円に繰り下げ受給すると増えるっていうこともあるみたいですよ。15万、27万に増えるんだから。ただね、繰り下げ受給やるとその死んでしまうっていうデメリットもあるし、今から言いますけど ね、死なないと思ってたけど思いのほか急速に衰えてきたと。で、年金もらう以前に休止しちゃったりなんかしてね、心臓発作とかね、そういうのもあるんで、いや、うん、あるみたいですよ、はい。で、まあ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 、ちょっと待ってください、うん、ね、日本は平均寿命高いですよと、うん、男性はもう 81. 点なんぼ、女性 87. 点なんぼ、ね、うん、で、高齢化社会ですよと。で、繰り下げ受給、これどういうこっちゃと、うん、繰り下げ受給とは、本来65歳からの年金支給開始年齢を遅らせることによって受給額を引き上げるものですと、ね、繰り下げ受給を行うことで、月当たり 0.7% 増額されます、額も増額されますと。うん、で、繰り下げ受給、ああ、これ知らなかったね、1ヶ月単位で繰り下げ受給可能ですよと、最大で今のところ75歳まで繰り下げ受給できますよと、ね、80歳までは繰り下げることできないと、75歳まで 最大で繰り下げられると、あと1ヶ月単位、だから74歳と6ヶ月でもらうこともできると、74歳、8ヶ月でもらうこともできる、1ヶ月単位で繰り下げ受給設定できるということみたいです。で、年金は70歳まで繰り下げると 42%、 75歳まで繰り下げると 84% 増額されると、うん、いうこと。すごいです、繰り下げ受給すると増額は結構すごいけど、さっき言った通り途中で死ぬリスクとかね、あとこの増額されることで所得税とかも上がると思うんでね、ここもデメリットだと思いますよ、はい。で、厚生年金と国民年金、これ繰り下げ受給する人は何パーセントぐらいいるのかね、さっき 10% ぐらいって言いましたけど、繰り下げ受給のほかに65歳より前に受給することで年金額が減額になる
繰上げ受給もありますと、うん、繰上げ受給は原則1ヶ月で 0.4% ぐらい減額されると。それでは繰下げ受給と繰上げ受給選択する人はどれぐらいいるかね。どれぐらいの人が繰上げ受給繰下げ受給やってるか。繰上げ受給ね、64とか63とかもう早くもらいたいっていう人は 11.2% 利用してるみたいですよ、うん、令和3年で 11.2%、 まあ約1割で、繰下げ受給令和3年度 11.8%、 1.8% 繰下げ受給令和3年度これ 1.8% ってなってるけど 1.8 ってことはないよね。これちょっと私間違ったか、うん、多分ね 11.8%10% ぐらいだと思う。繰り上げ受給ね、うん、うん、先延ばしにするってやつ、うん、はい。もちろん早くもらえば額は下がるし、繰り下げね、先に延ばせば額は上がるしってことですね。最大75歳までで、厚生年金とあと国民年金、これ両方とも別個に繰り下げできるみたい。繰り上げはちょっと書いてないか、繰り下げはできると思う、両方とも、うん、だから最初国民年金だけ繰り下げないでもらっといて、厚生年金だけ繰り下げるとかいうのもできるみたいですよ、うん、で年金の繰り下げ受給のメリット、うん、メリットは年金額が増えるという点ですと、うん、ね、年金なかなかね、が決まってるから。ただ繰り下げれば、うん、額自体は増えると。ただ一方で繰り下げ受給のデメリットもありますと。損をする場合がある。損、要は死んじゃう可能性があると。早くね、亡くなってしまうことで損をするということ、うん、単純計算ね、これ大事ですね。まあ皆さんも知ってる方は計算してると思いますけど、繰り下げ受給を開始してから約12年間生きていないと、12年、うん、生きていないと損をしてしまうことになりますと、うん、で、あと額が上がるんでね、所得税や社会保険料が引き上がるっていうこのデメリットありますよと、うん、あと加齢年金引き取れないケース、加齢年金、これは意外に知らない。加齢年金とは厚生年金を20年以上継続加入かつ65歳未満の配偶者または、16歳未満の子供がいる場合は受け取ることができる年金ですとね。加齢年金、加齢年金は厚生年金を受け取っていることが支給要件になってますと。国民年金ではこの加齢年金はないと。厚生年金を受けていることが必要、受給の条件、うん、つまり厚生年金を繰り下げした場合、加齢年金を受け取ることができませんと。加齢年金を受け取ることができるケースでは国民年金のみか、国民年金のみ繰り下げて、厚生年金は繰り下げず受給することを検討しても良いでしょうということで、厚生年金繰り下げちゃうと、この加齢年金っていうのがね、どうも受け取れなくなるみたいなんで、まあ、繰り下げるとしたら、国民年金の方を繰り下げて、厚生年金は普通に65から受けた方がいいと。もうこれ知ってる方は知ってるかもしれないですね。私は知らなかった。うん、で、年金を繰り下げる人は現状は少ないことが分かりましたと。うん、もう12年間生きなきゃなんないんだから。まあ、まあまあまあそんな感じですね。1割ぐらいずつですよと、繰り上げも繰り下げも、うん、ではね、ちょっとこれ確認しないと、1、ね、ですということ。私はね、まだ先の話だし、多分これからね、私年金受け取るまではだいぶあるんで、私まあ団塊ジュニア世代、第二次ベビーブーム世代ですから、人口が多いんですよ、私のとこも。団塊の世代の子供たちなんで、うん、まあ、うちの親はね、団塊の世代じゃないんだけど、ちょっと私年取った子供、年取って生まれた子供なんで、親がね、うん、まあ
おそらく70歳になるんじゃないですか。うん、あと額も減るし、まあ、私年金ね、まあ、まだ先ですよ。何せ、まあ、私の場合は本当体動く限り働かないとダメだなと思いますよ。いろんな意味で日本、うん、まあまあまあ、でも本来ならね、私もね、あの繰り下げなんてやりたいんだけど、まあおそらく切羽詰まってもうね、一日でも早く年金ありつきたいみたいな感じになるのかな。ほとんど9割の人はそうみたいですよ。65から受けてるみたいですよ。繰り下げる人なんか1割ぐらいみたいです。中には繰り上げでもらう人、もう、ま、待てないよ65までって言って繰り上げる人も 11% ぐらいいるみたいなんでね。皆さんどうでしょうか、年金ね。私なんかより詳しいとは思いますけど、まあ1ヶ月単位でね、あの設定できるみたいですね、繰り下げね。それはいいと思います。あとどうなんだろう、65で決めなきゃなんないのかね、その時に。私繰り毎年というかね、それも決めるのも1ヶ月単位で、あのまだ元気だからいいや、まだ元気だからいいやってね、どんどん順繰りに先送りとかができないんですかね。まあでも受給開始から12年、これでチャラになるみたいなんでね、今までの掛け金とね、だから12年65の人だったら75、77まで、65からだったら77、8ぐらいまで生きれば、8、9ぐらいかな、わかんないけど、生きればかけた分は、元取れると。で、80代、85、90代、95とかいったらもうね、あの大儲けみたいな感じみたいですよ。はい、どうでしょう。私は多分繰り下げないと思いますね、貧乏なんでね。はい、1675回終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。